世界で一番最初にお菓子缶っていうものを作った会社も手に入らない。嬉しい。めちゃくちゃ可愛い。すごくないですか？これスペシャルオーダーで作っていただいたおせんべいです。可愛い。可愛すぎる。なんか青春ですかね。よろしくお願いします。お名前よろしいですか？はい、中田プーと申します。お菓子缶研究家です。じゃあ早速どうぞ。缶部屋があるのでこちらになります。まずはやっぱり見た時にこうビビッときたもの、自分の感性にビビッと来るか来ないかっていうのはすっごくやっぱこんだけ集めてるとあって、多分そこに好みとか趣味が反映されたものを集めてるっていうのが一番色濃くあるんですけど、あとは作り手さんのストーリーがどれだけあるか、作り手さんの思いがどれだけこもってるか、そのストーリーがあるものを絶対に買うようにしていますね。これは、ハントリー&パーマー社、イギリスの多分世界で一番最初にいわゆるお菓子缶っていうものを作った会社なんですね。創業は、ビクトリア王朝時代、もう1800年代ですよね。でも会社なんですけど、もともとはそのイギリスってやっぱりその紅茶の文化がすごすぎるので、紅茶に合わせるクッキーっていうものをあって、そのクッキーをどう保存するか、どう搬入するかっていうところから缶っていう文化が栄えてきた国で、このハントリー&パーマー社も最初はそのクッキーを運ぶためにこの大型のコンテナみたいな缶ですよねを使ってたんですけど、それを創業者の、パーマー男爵っていう方が、いやこれもっと小さくして装飾を施したら、いわゆるそのロンドンから郊外に行く人の手土産になるんじゃないかっていう、その発想がすごいですよね。でしていろんな缶を作り出して、中産階級の人たちがうわこの缶の中に入ったクッキーめっちゃ素敵って言って買い始めたのがきっかけなんですよね。これは友人のお母様が1960年代にロンドンのお土産かなんかで、ご両親にいただいたものかなんかを裁縫箱として使ってた。本当にお菓子缶の歴史が始まった会社の缶ですね。今もハントリー&パーマー社ってあるんですけど、もう缶製品は作っていなくて、どちらかというとクッキーよりもチョコレートが主力商品になってる会社なので、もう手に入らない商品ですね。このゾーンはちょっと今はないものですね。でこの麹町のローザーさんの缶は今でもあります。なんですが、私が持ってるのはまだまだブリキの缶で、ここがねすごいねとんがってるんです。中もこうやって昔の職人さんが手作りした缶なんですよね。で今は金宝堂さんっていう日本の製缶会社さんがちゃんと作ってるので、この辺ももっと丸くて手を切る危険性とかがないようにきちっと計算されて作られてるんですよね。でもこの職人さんが作ってたものはもうないので、これはすごい貴重な缶です。でこれは、大阪にある山本コーヒーさんっていう、これは割と最近中にドリップバッグが入って売られてた缶なんですけれども、こちらは業務用で喫茶店とかに卸してる缶を山本コーヒーさんが、なんか私のこう缶好きの異常っぷりを察してくださって、一缶譲ってくださったっていう、プレゼントしてくださって、もすっごい嬉しい。嬉しい。めちゃくちゃ可愛い。この色といい、フ
フォントといい、多分すごい古くから使われてたデザインで、一般販売をした時に私がもう可愛い可愛いと大騒ぎをしたら、山本コーヒーさんの若い営業の女の子たちがそんなにゆらなこれをもらってくださいって言って持ってきてくださった缶です。これもすっごい大事な、こちらがもう多分おばあちゃんが裁縫箱入れにしてた方がすごい多いと思うんですけど、ヨックモックの通称折り柄缶と言われる70年代に発売された缶ですね。これは中はこの蓋の裏側はちゃんと防水加工とか錆加工されてるんですが、まだこの底面の裏は錆加工がされてない時代のものですね。例えば70年代のものだと思います。これも実は一見本当に紺と白の何でもない印刷に見えるんですけど、ものすごい工夫されてて何重にも多分色を重ねてこの色が生まれてるんですよね。製缶会社の方がぐったりするぐらい大変な印刷技術がかかってる缶ですね。未だにヨックモックのシガールを買ってきてこの中に入れて70年代の空気を味わってる気分でうっとりしてます。一人で誰も共感してくれないんですけど、このね湯の花せんべいさんも創業者の方、現オーナーの、おじい様にあたる方ですねが創業したんですけど、炭酸湯の花せんべい、その今からもう60年以上前にこのピンクを使うっていう発想とグラフィカルな絵っていうのを生み出した当時の日本人としての感性がすごいなと思っていて、しかもその当時の男性が自分の家の商品にピンクを使おうって思ったその女子力の高さと先見性っていうのがすっごく好きで、なんかこう感動してしまって、でこれはその湯の花せんべいの現オーナーが遊びで作った缶なんですけど、うちここの炭酸せんべいがすごい好きで、このちっちゃい、普通はちっちゃい缶で売られてるんですね。そのちっちゃい缶で買ってしまうとうち一気に食べてしまってなくなってしまって、いくら缶好きの私でも同じ缶がいっぱいあるんですよ。それはちょっとだんだん苦痛になってきて、その現オーナーにちょっと無理を言ってこの中に詰められるだけ温泉せんべいを入れて作っていただけませんかって言ったら、あ、いいですよって言って作って、スペシャルオーダーですよね、スペシャルオーダーで作っていただいたおせんべいです。でも食べちゃいました、全部みんなで。本当に美味しいんですよ、ここの温泉せんべい、すっごい好きで、もうもはやゴミ箱サイズですよね、一人暮らしの方だったら。これは非売品です。でもオーナーのとこにはあると思います。なんかね展示用で面白がってちょっと作られたと思います。本当にこれも好きな感じですね。もうなんかオンラインで調べて調べて調べて、もうこうだと思ったらそこにもう電話してたりとか、結構地方だといわゆるオンラインをやっていないところもすごく多いんですよね。でおじいさんおばあさんが細々とやられてたりとかするので、そういうところはもう電話をして、でだからもちろんこう電子決済なんてできないので銀行行って銀行振り込みして、でもなんかそういうところもまた愛おしくて、今オンラインで何でもできてしまうんですけど、やっぱりその作り手さんとお話をして、あ、よく見つけてくれたねとか、まあ、そこで泣くって感じですね。感動してしまって。そうだ、これね今日届いたやつです。これはやっと手に入れた缶です。これパインアメの缶ですよね。ペリメリ、これすごい、やった、これすごいな、これあれなんですよね、
2023年の3月にこの今の、このパイン株式会社っていうところになんかお問い合わせのメールが入って、でおばあちゃんの遺品の中からこれを手芸のボタン入れかなんかにされてて出てきて捨てようと思ったんだけどちょっとあまりに忍びないから、里帰りさせますって言ってこの現在のパイン株式会社さんにこの70年前の缶を戻したんですよね。でもそのニュースを読んだ時にもう号泣ですよね。缶マニアとしてそのおばあちゃん70年前から使ってたおばあちゃんの思いもさることながらそれを製造元にちゃんと戻すっていうそのお孫さんだかなんかの気持ちもなんかもう胸熱すぎてしまってでその缶を復刻したんですよ ね、 このねやっとのことで買った缶ですね。かわいい。これは素晴らしいですよね。なんかこれをだからあと70年後になんかまた子供たちが継いでってほしいなすごい迷惑な話ですけどって思ってます。前なんか誰かになんかね思い入れがすごすぎてなんか物じゃなくて人の話を聞いてるみたいですって言われてあでも推し活ってそういうことなんだなっていうのは思いましたね。それが人であろうが物であろうが作品であろうがなんかそのもう対人間に対する思いと同じぐらい熱い思いが溢れちゃうのかな。でもまあそれをやっぱりお菓子館作ってるのは人なのでその作り手と、まあ、それを商品として売ってる人たちへのなんかリスペクトなのかなっていうのありますね。でこれがこの2つが私が缶を集めるきっかけになったキャンディー缶ですね。まあ、1976年ですよね。私が3歳の頃なので、で祖父にそう輸入食品スーパーマーケットに連れてってもらった時に当時の日本って缶のお菓子っていうといわゆるその泉屋東京産のクッキー缶とか鳩サブレとかそういうなんか贈答用お中元お歳暮の贈答用で当時は核家族ではなく大家族が多かったのでこんな大きい缶だったんですよね。大きさもさることながらデザインもちょっと大人っぽすぎていてなんか3歳の私がこうときめく要素があまりなかったんですよね。それがこうスーパーマーケットにこんなカラフルな缶が売られていてしかも憧れのラッシー洋犬のラッシーが書かれてなんて素敵なんだろうと思ってで祖父が買ってくれて あまりに素敵で以来そこからハマり始めちゃったんですね。今これ子供たちからもらったメッセージとか手作りの品とかを宝物入れてるんですけど父はスターウォーズと電車の模型っていうんですかねそれがすごい人でした。あとスピーカーとかやっぱ CD とかすごかったですね。もうだからもう遺品整理で母がヒステリーを起こすぐらい物がありすぎてあと映画のパンフレットとかもすごかったです。多分あれメルカリに出したらすごい値段がつくなんかオタクというかもうね反アスペルガーみたいな感じなんで私も多分その血をめちゃくちゃ引き継いでしまったなっていう感じはしますね。だから何かに集中してる時父もなんかね外の音が聞こえなくなる人なんです。私もその気あるので危ないオタク一家っていう感じが好きなものにガーってなるのはうちの血かもしれないですね。あもう主人にはこの間、僕の目につくところに缶を置かないでくれるって言われました。とうとうあ言われたと思ってこれはまずいって思ってちょっと断捨離をしましたっていう感じで、でもそう言いながらその自転私缶ハンティングを自転車でするので電動自転車買ってくれたりとかはするので甘えてはいますね。理解させてんのかもしれない。こう首を絞めながらいいでしょうみたいな。
まあ子供たちは結構缶をお土産に買ってきてくれたりとか、まあ、でもそれは缶を買ってくればママが黙るって思ってるので、そこ機嫌取りもあるのかなと思ってます。ここってまだ氷山の一角。氷山の一角です。こっちです。これ段ボールが全部コレクションです。とはいえまだあの家にもあるんですけど6割ぐらいかな。はい、今年は物置が買いたいなって思ってます。なんかアート缶の箱とか、なんか全部、カテゴリー別に、あ、クリスマスはクリスマスにしたりとか、小さくて可愛い缶とかもこうやって集めて、この中からバーって出せるようにはしてますね。この間なんかモマの美術館の裏側みたいなので、ものすごいあの段ボールがやってる人がいて、なんかちょっとすごい共感しました。でもそうだ、私見せたいものがあったんだ。私一回ヨックモックさんのお仕事で、製缶会社の金宝堂さんって工場見学に行かせていただいたんですね。で、そこでもうあのバイトしたいって言ったらダメって言われて、それはそうなんですよ。もうね、製缶って本当に一箇所一箇所のブースが全部あの職人技で、こんなの私が来たところで箱詰めすらもできないっていうぐらいすごいんですよね。皆さん本当にプロの職人さんばっかりで、まあ、できるわけないって言ってあまりにしょぼくれて落ち込んでたので、金宝堂さんが憐れんで作業着をくださってマジ嬉しいんですけど、これすごくないですか。これちょっとね、初めて着るんですよ。ほら、タグもついてて、まだこれをねくださったんです。これだから金宝堂って書いてある缶で、あのいわゆるその日本缶 の, あの印刷技術っていうのも本当に大変なんで、4色重ねてって、本と一緒ですよね、重ねてって色を生み出していくんですけど、それももうああいうルーペで見ながら、あの職人の方がやられてて、だからこそあの名画館アート館っていうのができるようになったんですよね。でやっぱりそのいわゆる本当に芸術作品っていうのを再現するって大変ですよね。もう多分もうね、こういうところまでね、ルーペで見ながら、こんな国立近代美術館のこの作品とか、すごい再現性ですよね。だから本当大塚美術館と春ぐらいも缶で美術品を再現して保存してもいいんじゃないかと思うぐらい印刷技術はすっごいですよね。このリアルな感じとか、この筆使いのリアルな感じとかすごいですよね、よく分かって。そうですね、お菓子缶は仕事につながってしまいましたね。ちょっと想定外でしたけど、まあ、たまたま編集者、仲のいい編集者と飲んでいて、ちょっとなんとなくお菓子缶の話になって、で家にちょっと溢れるほどお菓子缶があるって話をしたら、彼女がそれを本にしたらどうかっていうことで、こんなオタク本誰が読むんだろうって思いながら本にして、たらちょっと想定外に反響があり、まあ、皆さん本当はお菓子缶が好きだったんだっていうことが分かって、そこからやっぱお菓子缶の記事を書くようになりましたね。そうです、本を作る時に最初はもうそのもちろんそのお菓子缶を出してるお菓子缶お菓子屋さんにしか取材をしてなかったんですが、そのお菓子屋さんの方からあの製缶会社にきちっと取材をした方がいいよって言われて、アドバイスいただいて、それでどこがいいですかって言ったら、もう金宝堂日本一だから、下手すると世界一の製缶技術だから絶対に取材をした方がいいって言われて、ご連絡を取って取材させていただいたっていう感じですね。
世観っていう、やっぱりその裏の世界、作る本当の作る根本の世界を知れたっていうのは大きかったですね。お菓子館会社が思う館への思いも知れたし、そのさらに向こうの作り生館っていう世界も知れたし、その原材料を配給してる鉄っていうところも知れたので、それはすごい深掘りしてってよかったなっていうのありましたね。多分正しい数を私把握してないんですけど、多分2000館以上。去年までなんかその缶がとにかく捨てられない捨てられない、もったいないもったいないと思って、この子たちが捨てられた後どうなるのっていうことばっかり考えてたんですけど、たまたまあの製鉄会社の方にその缶のリサイクルの話を伺う機会があって、缶って 100% リサイクルされるんですよって言われて、え、何の話って思って、ただこういうふうにあの塗料がつけられちゃってるので、もう一回まっさらな缶になることはないんですが、鉄という素材にはなるので、それが生まれ変わってこのテレビの部品とか、それこ そ, そのカメラの部品とか、あと冷蔵庫ってあの磁石くっつきますよね、だから鉄なんですよね。いろんな身近なものにとかになって生まれ変わるんだよっていうことを聞いて、なんかすごい感動してしまい、何ってこんな硬い素材なのにそんなに柔軟性があるんだって思ったことで、なんかそのリサイクルしやすくなって、だから最近はなんかそれを知っちゃったので、逆になんかテレビと か, なんかそビ高いビルを見るたびに、あ、ここにお菓子缶が入ってるんだなって思うと、なんかちょっとうっとりしてしまい、なんかそのロマンを感じますよね。だからその本当に自然から生まれて、であの錆って土に還るので、最終的には土に錆びて還るっていう、そのサイクルが本当にできていて、まさにこう SDGs な素材っていうの、まあ、そんなことを47年前には考えてなかったですけど、感動しましたね。なんか青春ですかね。なんかこう見るとワクワクするし、次々に新しいものが出てきて、それに対してのこう調べようとか買いに行こうとかっていう行動、私の行動にもつながるし、基本的に私すごいあの引きこもり体質なので、感があることで行動をすごい起こしているので、あとその年取ってくるとだんだん忘れるっていうときめきとかも全然感を見てると失わないというか、人って結局年を取れば取るほど花鳥風月って言われていて、なんか好きなものって意外と身近にあったりして、なんか自分探しに世界に行っちゃう人とかもいるんですけど、そんなことしても多分自分の好きなものって見つからなくて、帰ってきたらもうそれは魔法の粉みたいになくなっちゃうと思うので、なんかその身近で好きなものって多分半径3メートル以内に意外と転がってるんですよね。でもなんとなく精神的に人って嫌なものから着目していっちゃうじゃないですか。うわ、これ嫌、あれ嫌とかなっちゃうんですけど、そのフィルターをちょっと一回外して、何か見た時に、あ、私これが好きだなとかあれが好きだなっていうのを、私も一回ちょっとこう精神的に仕事で追い詰められて病んだ時があったんですけど、その時に好きなものだけノートって作ったんですね。精神剤みたいなの飲んだったんですけど、当時は。でもこの精神薬を私もしかして治んなければ一生飲むのかなって、ある時急に冷静になったんですよね。え、でもじゃあ今この明るい気分でいるのが薬のおかげであるならば、じゃあ薬がなくなった時は私は常に落ち込んでなきゃいけないのかなって思った時に、これはやばいって思って、なんか好きなことを探してみようって急に思ったんですよね。でも最初って好きなことがすごい病んでるので見つからなくて、嫌なことしか思いつかないんですよ。なんかまず身近なとこから見つけていこうと思って、今日あのすごい紫陽花が綺麗で幸せだったとか、コンビニで新作のアイスを食べてめ
めっちゃ美味しかったとか思う。だからそういう人から見たら多分つまんないことから幸せを見つけていったら、いつの間にか幸せっていうか好きなことしか目につかなくなってきたんですよね。でそのうちになんか自然にその薬を飲まなくても私大丈夫かもって思えるようになって、何かに集中したい時って好きなものをとにかく見つけてみる。で最初の頃はその多分つまんないことだと思ったんです。もうしか見つからないと思うんですよ。雨が綺麗だったとか花が綺麗だった。でもそのうちにスターウォーズめっちゃ面白いとか今見てる動画マジイケてるとかで、そうなると人って追っかけてみよう、深掘りしてみようってなってくるので集中できるものが見つかってくると思うんですよね。でもそれはあの追っかけかもしれない、推し活かもしれないし、私みたいに何かを集めることかもしれない。だからそうやって集中できる、熱くなれるものを見つけていけるんじゃないかなと思いますね。